こんにちは、こんばんは、めぐこです、今回はちょっと編み物とは関係ない話になるんですが、ガラスペンとインクを紹介したいと思います。よろしくお願いします。早速ですが、エルバンというメーカーのガラスペンを購入しました。最近ね、私 YouTube のライブ配信でちょっとお話ししたんですけれども、 YouTube のユーリンドしか知らない世界っていうチャンネルが好きで見てるんですけど、そこでガラスペンとあとインクが割と取り上げられてて、それでちょっと欲しいなってずっと思ってて買いました。あの作家さんのね、ガラスペンとかはちょっと割とね高い感じでちょっと手出せない、まだね初心者だし手出せないなっていう感じなんですけど、これはちょっとユーリンドの私の地元の有隣堂の併設されてる文房具屋さんで、3000円弱だったかなぐらいで購入したものになります。エルバンの紬というガラスペンの、黄色い色を買いました。これ黄色い色、確かなんか色があったんで後で名前調べて載せておきますね。すごい綺麗ですよね。安いというかそんなね高くない割にはすごいめっちゃ綺麗です。もうなんかくるくる回してるだけでも楽しい綺麗、めっちゃ綺麗。でインクの方もこちら、同じ場所で購入しました。これはパイロットの色しずくというインクで、色をね3種類購入して合わせて2100円です。3色こういう箱に入っていて、でこれが入っていて、3色はね自分で選んで購入できます。でこれネットとかだと3つ合わせて買わないとダメだったりしたのかな、なんですけど、色をね1色でも770円、消費税ついて770円で買えたんですけど、ね、せっかくなんで3色買いましたちょうどね万年筆に月曜だったかなが入ってって色を試せたのと、あとコスモスが入ってたペンはなんかカリッカリになってて乾燥してて書けなかったんで、これはちょっと色が試せなかったんですごい気になってコスモスを買って、あとねもう私緑色が割と好きなのでクジャクも選びました。なんか月夜はね絶対いい感じなんだよね。なのでちょっと今回はちょっとガラスペンでねインクをいろいろ3色試して使ってみたいと思います。ね、このケースもすごいいいよね。ではね早速ですが、多分薄い色からやろうかな、いやどっちでもいいかはい、月夜から書いてみますね。ももはい、月夜から書いてみます。私はね字があんまり上手じゃないので何を書こうかな。はい、つけました。
と、あ、めっちゃ濃く出た。なんだっけ、なんか長いっていう、永遠の A っていう字を書くと、なんか止め、跳ね、払いが全部入っているからみたいな。適当に書いてます。めっちゃなんかね、すごい、インクつけすぎたのかもしれないんですけど、濃いです。もうちょっとあれですかね、近づけて書いた方がいいのかな、カメラを。よいしょ。何を書こうかな。何を書こうかな。なんかインクがね余ってるともったいないからね、使い切るまで書きたいですよね。あ、そうそう、裏写りとかっていう、あ、濃い部分がねちょっと裏に写っていますね。しょうがない。これ普通のあれです。普通の紙です。これ多分色の名前があるんで、ちょっと待ってね、見る。サーブルだね、色。あ、違う。ひどい。だんだんインクが薄くなってきたらこんな感じにですね。よいしょ。パイロットを先に描きたかった。
れですね、色がなくなってきた。柿味はちょっと私には初心者すぎて分かんないんですけど、あ、色が出なくなりましたね。よいしょ。そしたらちょっとお水を用意してあるので、でちょっとティッシュで拭いちゃいます。すごい楽ですよね、水でさーって洗えて、で他の色をまた使えるっていう、とっても楽ですね。はい、じゃあ次クジャクを使ってみますね。あ、つけすぎたかな。あ、なんかスラスラ書けますね。いいね。ちゃんと書けるようになってきた。色、しずく、しずくっていう字が、あ、インクの切れがさっきより、あ、字間違えた。こんな感じですね。お、すいません、字が下手なんで。ごめんなさい。なんかやっぱなんかね、月夜もいいんだけど、私クジャク好きかもしれないな。すごい好きかもしれない。でね、コスモスは
私ピンクが好きなのでコスモスは絶対買うと決めてて、ちょっとね、お店でね色が試してみれなかったのは残念だす残念だす残念ですが、コスモスを すごい可愛い。もうインクつけただけでめっちゃ可愛いんです。可愛い、やばい。でもこのインクのね瓶に入ってる状態でもうなんか可愛いもん。可愛いもん。はい、ではコスモスで描いていきます。サラサラかけますね。はい、書けました。試しにね書いてみたんですけど、いやコスモス色かわいいですね。ペンにつけただけでかわいいのが書いてみたらすごいやっぱかわいい色です。ちょっと濃いめの部分と若干薄くなってからも、全然薄くなってる部分もかわいいということでね、ちょっと3色買ってみたんですけど、どれもすごいいい色だったんで、乾いてきたらやっぱクジャクの色がめっちゃいいですね。月夜もいいんだけどクジャクをちょっとクジャク推しです。私はクジャクと、あとね、ガラスペンにつけるときはコスモス推しです。推しの話になっちゃったということでね、3色、月夜、クジャク、コスモスで試して書いてみました。ガラスペン初めて使ってみたんですけど、もうなんかテンション上がる道具というかね、これでなんかね、お手紙とかお手紙とかお絵かきとかね
じゃんじゃんしていきたいと思います。でね、ちょっとね、万年筆もね、ちょっともう購入してあるんですが、そのうちちょっと動画に出せたらなと思います。ちょっとね、編み物と関係ないんですが、まあ興味のある方は見ていただければと思います。ということで、今回はガラスペンとインクを購入したので試し書きをしてみました。ご視聴ありがとうございました。またね、バイバーイキラキラ